あの花を今モチーフにはしてるんですけども、自分のそのテーマとして置いているのが装飾性というもので、自分のコンプレックスとかそういうものを装飾で武装するっていう意味でずっとそれをテーマにしているので、私にとっては自信を持てる存在で花を描いてます。アルミに描くというのは箔ですから非常にこう滑りやすい、そういう点は描きにくいかもしれませんが、こう出来上がった時にその周りの景色を映すんですね。これ非常に面白いなって、周りの空間と作品がどっかでこう一層化展開するという世界がここにある。基本的に作品の根本には自然への崇拝っていう面が強いので、絵の具がやっぱり天然由来のものだと、そういった自分の感情をこう絵の具の細部にまで行き渡らせることができるっていうことがやっぱり自分にとって大事というか強いですね。両棒という言葉は禅から来ていて、まあ、人間が二元的な考え、いい悪いとか好き嫌い、まあ、そこを取り払って真ん中の無に近づくということを一つのテーマに制作し始めています。自然というのはもとより二面性を持つ存在なのではないかという思いから、姿を変容させながら循環していく水っていうものを考えるために、自分なりの考察や思想を深めながら問い続けるということを続けてきました。宇宙の根源的な世界と自分の中での対話というのを自由に線を描いたときに出てくるもの、要するに外なる神聖というものと内なる神聖というものが自分の行為を通じて出てくる。だからこそ私は素材にこだわりたい。絵を描くという行為が一種の儀式に近い。やっぱり日本画っていうジャンルとして受け継いでいきたいものは、日本人の中に代々こう受け継がれてきた精神性だとは思うんです。どんどんこう日本画を描いている人だったり少なくなってる印象はあるんですけども、それをこう残していくためには、今ここにいる私たちが描き続けていくことで残っていくものだと思いますし、残していきたいと思っていて、日本人でも日本画ってなんだろうっていう人が多くいるので、それをこのかなたさんから世界中に発信していくことで、もっと多くの人に知ってもらえるんではないのかなと思っているので、未来のためにも描き続けたいなと思ってます。まあ、日本画の素材、この美しく綺麗な材料、その材料をダイレクトに使うことが未来の絵画世界において重要な要素になるのではないかと思っています。これから日本画を作るんだ、これからやっと日本画とは何かというのができてくるんだ、今までの時間がずっと空白だった、これから私たちが作っていって、そして私たちより後の代の人たちがまたそれを崩していくんじゃないか、そういうふうにその現実の流れというのが生まれては死んで死んでは生まれてというのを繰り返しながら、より新しく人々が面白いなと思えるようなことになっていくことを期待している。あくまでも自然にそういう流れができてきたらいいんじゃないかなというふうに感じています。